戦い再現劇第2幕戦勝祈願桶狭間の戦においてわし徳川家康が織田信長と通じておったなどと語る者がおる。まったくたわけたことを。幼い頃から世話になった今川をわしが裏切るなど。確かにわしは今川家にて人質としての暮らしが長く、今川の家臣どもにはよくいじめられたが、いやいや、だからといって大勢力の今川には背けんよ。確かに故郷の岡崎は今川に取られておったが、いやいや、だからといってしかしまるで砦の佐久間らめがおとなしく籠城をしておればよいものを、信長が待ったという熱盛に秘められた思いを知っておるのかおらぬのか。たった500程度で打って出てきよった。もう少し時間稼ぎができるはずだったんじゃか。あれには当てが外れたぞ。わしが丸根砦を落とした頃、清須より熱田神宮に着いた織田信長の周りには兵が少しずつ集まり出したが、まだ200程度。4万5千の今川に相対するには全く数が足りておらぬ。あの二つは我が軍にとって要所中の要所。あれが落とされたとなると、いよいよ終わりは、終わりも何じゃ。丸根砦と鷲津砦が落とされたら、次は中島砦、そしてついには大高城が取られる。そうなれば奴ら雪崩を打つように尾張を攻めてくるでしょう。この松田も落とされ、清須も。そうなれば尾張はおしまいか。殿、何をおっしゃいます。しかし神仏に見向きもしなかった殿が神社参拝とは、もう晩作尽きて神頼みということですか。ああ、焦るな。しかし今は焦っても仕方がない。さて、あっさら狼が簡単にわしらを見捨てるか。かけまきもあやに賢きやっさら狼よ、他の今川の大軍に対するは少数なりの精鋭ぞろいの我らをまく。果たして打ち果たすこと構えたろうか。本殿のおっさん、八中の船の音か。見よ、踏み出す白鷺が東の空へ飛んでいくぞ。大和の武尊の御事が我らに味方してくれてあるぞ。おいは幸先よいぞ。見よ、主よ、殿が投げた祭銭すべて表を向いておるぞ。本当じゃ。当てるぞ、この戦わしらの勝利のために体を張った丸根砦、鷲津砦の者たちのためにも必勝を誓う。勝利のため、わしは砦に数百の兵しか置かなんだ。
だから砦はすぐに落とされました。今のあの奴らどう思ったかな。あっさりと落とせて拍子抜けしておるでしょうな。それで油断をしてくれるといいんじゃない。今川は方ではございません。我らが攻め込む隙を作るほど油断はしますまい。だが味方には油断も見せるじゃない。まさか今川の側近に我ら織田家の刺客が。当然じゃ。よし、いざ今川大使や。者ども気合を入れよ。おあったら狼よ、必ず帰ってお礼前に戻る。それまでしばし待っていてください。いや、どうぞ参るぞ。それはいはいおはいはいおはいはいおより早く丸根砦、鷲津砦、中島砦を落とした今川軍は間もなくして大高城を攻略。兵たちの間の緊張感が次第に薄れていき、楽勝の言葉があちらこちらで聞こえ出した。しかし多少の油断で負ける状況ではない。なんせ今川は45,000。こんな戦況を打開できた者は天下を取る者となるであろう。清須から飛鳥、桶狭間へと至る道、これを信長が天下へと攻め上った道、信長航路と呼ばれるのはずっと後のことである。これにて桶狭間の戦い最前日第2幕戦勝祈願を終了させて